女性上位時代は、1967年制作、公開、パスカーレフェスタカンパニーレ監督のイタリア映画である。英語題名は、ザリバティーン、あるいはザメイトリアークとしても知られる、イタリア式コメディの一作である。本作は、1967年、イタリアの映画プロデューサーシルビオ・クレメンテッリが、経営する制作会社、クレシチネマトグラフィカが制作を開始。 オッタビオやエンマが執筆した原案をもとに、イエンマとニコロフェッラーリの2名が脚本を執筆、これを撮影して完成した。撮影監督を務めたアルフィーオ・コンティには、D のリージが監督した、追い越し野郎や、怪物たちを取った人物で、パスクアーレフェスタ・カンパニーレとは、本作が初仕事であり、その後カンパニーレとは1981年の、完璧な人などいないで再会。 トリエステから来た女、ルエンジンビンゴボンゴ等を連作する。美術デザイナーを務めたフラビオ・モゲリーニは、ロベルト・ロッセリーニ監督の、ローマで夜だった、バレリオ・ズルリーニ監督の、カバンを持った女、ピエル・パオロ・パゾリーニ監督の、アッカ・トーネの美術を手掛けており、カンパニーレとは、本作に先行する、同監督のカトリーヌ・スパーク主演作、結婚戦争以来の2作目で、 1970年代以降は映画監督になった人物である。衣装デザイナーを務めたガイア・ロマニーには、ズルーリーニ監督のカバンを持った女、マルコ・ビカリオ監督の黄金の七人を手掛けた人物である。劇とも音楽の作曲を行ったアルマンド・トロバ・ヨーリは、カンパニー・リトは、カトリーヌ・スパーク主演作、結婚戦争、イタリア式不倫に次ぐ三作目で、後に、 裸でどこ行くの私のために何でもすると言ってでも起用されている。イタリアでは同年12月23日に映画が配給して公開された。日本ではイタリア公開の約1ヶ月後の翌1969年2月1日、東亜映画が配給して劇場公開された。日本発映から31年後の2000年7月29日には、 NSW が配給して再移され、翌2001年2月23日には、ブロードウェイが販売して94分バージョンの DVD が発売された。日本でその後発売されたピチカート5のアルバム、女性上位時代のタイトルは本作の引用である。20歳で夫フランコが亡くなり、未亡人になったミミは、夫が生前に得意な欲望のために、 秘密の一室を持っていたことを知り、自分のためにその部屋を使うことを決意する。夫が、密かに楽しんだサディズムとマゾヒズムの世界を、経験すべく、分厚い、専門書を買い込み、暴風の親友で弁護士のサンドロ・マルリーニや、親友、クラウディアの夫、ファブリツィオやテニス講師、気まじめな司会らを、夫の隠し部屋に連れ込む。耳の母は、心配し、 精神分析を受けることを勧める。大学病院に行ったミミは、そこで放射線回、カルロデマルキに出会う。学生と偽って、講義にも、出席、やがて例の部屋にも誘うことになる。最終的には二人は結婚し、ミミは念願であった、女性上位を、実現、馬になったカルロにまたがり、心境を楽しく歩き回るのであった。ありがとうございます。